ポンコツ3人が食べてないマジで。いや今日茶村へ行きたいんで無理です目と目が合う瞬間好きだと気づいた。あなたここです。何ですか何ですか。我々そのライティングで、はい、今日ソファーさんから出てきて、はい、ポンコツ3人が食べてる感じで、うまくはちょっと遅刻気味だったので、はい、オープニング今撮りたいなと思って、はい、オープニングやってもらってもいいですか。いや今日茶村で来てないんで無理ですどうもマックス杉でございます。本日はサムライティング富士山駅で、7周年を迎えられたうどん屋さん、あの旧スターっていうところの地下1階にあるうどん屋さん、吉田のうどん戸川さんの7周年のイベントで、でこれでみんなどんな量なんですか。1キロ、え誰が早く食べれるか、まあそこちょっと見どころになってくるんじゃないかな。ちなみに今ちょっと確認した今多分ライバル視してるな。誰勝つと思う。全体的にユーマさんで、多分ミキスなのが小渕さん、うん、吉高さんは今何かちょっと分かんないですけどもうあれだよね、吉高さんのこと好きでしょ扱いがすごいもんね。小川ユーマ、小渕龍さん、で、エビから美味しい。というわけで、このポンコツでお送りします。喋るよ、こうって呼んで。はは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 マジで聞いてないんですけど。これなんすか。はい、いただきます。これなんすか。溶かさない、このまま食べていい。いただきます。はい、ガリガリ君のガリガリ君の出汁味みたいなやつ今、ちょっと見ようがない。冷やしで行く人いるんすか今日。やば
ばこれほぼハイチュウですよ。めっちゃ楽しみだ。ほぼハイチュウ。このフレンズ買うんじゃねえ。あ、そうだよ。これも食べてないですもん。冷やし食べた。あ、食べた。いただきまーす。毎回これなんですよね。
緊張してる。焼きまです。